皆さんこんにちは。今回の動画ではここ1週間で新たにリリースされたり話題となった AI 関連のツールと AI 関連のニュースをまとめて紹介します。それではよろしくお願いします。まずは嘘をつかない AI チャットランキングの紹介です。AI 企業のベクタラは同社の開発したオープンソースの厳格評価モデル H2EM を使用してチャット GPT などの大規模言語モデルが要約のタスクにおいてどのくらいの厳格を発生させるかの調査を行いました。ここでいう厳格というのはハルシネーションとも言われ、 AI チャットを使っている人は必ず一度は遭遇する。AI チャットの裏側で動いている大規模言語モデルが事実とは異なる内容を真実のように言ってしまう、いわゆる AI が嘘をつく現象のことです。この調査の最新の概要はベクタラの GitHub のページに掲載されていて、 OpenAI の GPT-4 や Google の Gemini、 メタの Llama2 などのさまざまな大規模言語モデルをテストした結果がランキング化されており、一番正確で一番厳格が少ない、すなわち一番嘘をつかないと判定されたのが GPT-4 で、 GPT-4 ターボ、 GPT3.5 ターボと OpenAI の大規模言語モデルが上位を独占し、その下に Google が先日発表した大規模言語モデル Gemini Pro がランクインし、その下にオープンソースで人気の大規模言語モデルメタの Llama2 が続きます。GPT-4 の1位は予想できましたが、 Google の Gemini Pro がかなり頑張っている印象で、 Gemini Pro の1世代前の Google の大規模言語モデル PaLM2 と比べると厳格がかなり抑えられているのがわかります。続いては注目の GPTs3 例の紹介です。先日チャット GPT プラスに実装された自作のチャット GPT を作れる機能 MyGPTs を使って作られた GPTs は7万ツールを超え、ネット上では日々多くの GPTs が公開されて盛り上がっています。ここでは SNS 上で人気の高い最新の GPTs を3つ紹介します。1個目がお題を与えるとフェルミ推定してお題に答えてくれる GPTs、 G フェルミ先生です。フェルミ推定というのは予想もつかないような数字を論理的思考能力を頼りに短時間で概算することで、例えばチャット GPT に日本にあるコンビニの数を教えてくださいといった感じでお題を入力して送信すると、フェルミ推定を使って日本にあるコンビニの数を概算してくれます。2個目が X 向けのツイートを生成してくれる GPTs ツイートマスターで、例えばチャット GPT に Google Gemini の使い方についてのツイートを作ってくださいと入力して送信すると、 Bing などを使って Google Gemini の使い方についてのツイートを作ってくれ、さらにツイート用の画像生成をお願いするとDALL-E3 で該当の画像を作ってくれます。3個目がフラットでシンプルな画像を数パターン生成してくれる GPTs イラストメーカーで、例えばチャット GPT に正月を楽しむ家族の画像を作ってくださいと入力して送信すると、プレゼン資料などで使えるフラットでシンプルな画像を何パターンか生成してくれます。一度に微妙に異なる画像が複数枚生成されるので、その中から最適なものを選べて便利です。以上、最新の注目 GPTs の紹介になります。2024年初めには OpenAI から GPTs を販売できる GPT ストアが公開される予定なので、GPTs 市場はさらに盛り上がると思います。続いては、レオナルド AI の新機能の紹介です。無料でテキストから画像を生成できる人気の画像生成 AI ツール、レオナルド AI に画像から動画を生成できる機能、モーションが実装されました。レオナルド AI は、Web ブラウザ版と iOS アプリ版が利用でき、Web ブラウザ版については、ツールページの Create an Account ボタンを押して、Google アカウントなどでサインアップすれば、150トークンが毎日追加されるので、ある程度無料で利用できます。モーション機能は、PC の Web ブラウザ版の場合、生成した画像のサムネイルにマウスオーバーすると、サムネイルの下部にビデオアイコンが出てくるので、アイコンを押して出てきたポップアップ画面で、モーションストレングスの部分で動画の動きをどれだけ激しくするかを設定して、下部のジェネレートボタンを押せば、画像が動画に変換され、MP4 形式でダウンロードできます。レオナルド AI は、リアルタイム画像生成 AI ツールや、画像の足りない部分を拡張するツールなどが実装されており、現存する画像生成 AI 技術でできることが一通り無料で試せるので、画像生成 AI 初心者の方におすすめで、有料登録するとさらに高画質の画像を作れます。続いてはユーザーローカル文章構成 AI の紹介です。株式会社ユーザーローカルはAI が文章を構成してくれる無料の AI ツール、ユーザーローカル文章構成 AI を公開しました。このツールは、ChatGPT と連携した AI サービスで、助詞の誤用や文法上の誤りを修正する機能、生成 AI が表現の改善案を提示する機能、ら抜き言葉や誤用表現を適切な表現に修正する機能を実装しています。ユーザーローカル文章構成 AI は、ツールページに行けばログインなしで無料で利用でき、ツール画面の構成したい文章を入力の部分に文章を入力して、構成ボタンを押せば構成結果が出力され、すべて修正ボタンを押すと自動的に文章を修正してくれます。構成できる文章は10文字以上800文字以内となっています。ユーザーローカルは、プレゼン資料を自動生成するパワポ生成 AI やプレスリリースからニュース記事を自動執筆するプレスリリース記事変換 AI などさまざまな AI ツールを無料で公開しているので、気になった方はそれらのツールも使ってみてください。続いてはzero1cineの紹介です。 AI で作られた短編動画を集めた AI 映画データベースサイトzero1cineがオープンしました。登録などは不要で、無料で利用できます。公開されている映画は2分から3分のものが多く、音や字幕もついています。サイトのトップページでは、サイト内で人気の映画や直近で追加された映画を確認でき、上部のジャンルの部分を押すと、アクションやホラー、アニメーションなどのジャンル別に映画を見ることができ、サブミットの部分を押すと、自分が AI で生成した映画を投稿できます。動画生成 AI については、まだ発展途上ではありますが、これからどんどん進化すると予想できるので、動画生成 AI や音楽生成 AI を組み合わせて映画を作るような事例は今後どんどん増えてきて、AI 映画のデータベース的なサイトも続々誕生すると思われます。続いては、ビデオポエットの紹介です。Google リサーチは、テキストや画像から動画を生成するための大規模言語モデル、ビデオポエットを発表しました。ビデオポエットのプロジェクトページを見ると、様々なカメラモーションが反映された動画や、長い動画を作ることもでき、ピアノを弾いている猫の動画には、ピアノの音がついており、動画生成と同時にその動画に合った音も生成できたり、モナリザの画像に「あくびをする女性」というプロンプトを入力し、あくびをするモナリザ動画を作ったりもできるようです。ビデオポエットで生成される動画は縦長であり、おそらくモバイルのショート動画向けだと思われるので、YouTube クリエイターが使えるようになる予定の AI ツール、ドリームスクリーンあたりに実装されるのではないかと予想できます。続いてはDiffMorpherの紹介です。清華大学などの研究者は、2つの画像を用意して、画像を別の画像にモーフィングさせる動画を生成できる AI ツール、DiffMorpherを公開しました。モーフィングというのは、例えば A と B の顔画像があったとして、A の顔から B の顔へ滑らかに変換させる技術のことで、映画やアニメなどによく使われるテクニックです。DiffMorpherはオープンソースなので、コードは GitHub で提供されています。DiffMorpherのデモはハギングフェイスで公開されていて、上部のインプットイメージ A とインプットイメージ B に画像をアップロードして、ランボタンを押せば、画像 A から画像 B にモーフィングする動画が生成されます。かなり自然なモーフィング動画が生成できるので、興味のある方はデモを触ってみてください。続いては、Poe の Windows アプリの紹介です。OpenAI の GPT-3.5 やメタのラマ2などの大規模言語モデルを搭載した AI チャットボットを利用したり、独自の AI チャットボットを生成できる無料の日本語対応 AI ツール Poe ですが、この度 Poe の Windows アプリ版が公開されました。 Poe の Windows アプリ版はアプリデータをダウンロード後に起動して、ウェブ画面で Google アカウントなどでサインアップすれば利用できます。画面はウェブブラウザ版の Poe と同じで、画面左上にある検索ボタンから、AI チャットボットを検索してチャットしたり、ボット生成ボタンから、独自の AI チャットボットを作ったりできます。Poe は iOS アプリ、Android アプリも用意されていて、新しい大規模言語モデルが出た場合にすぐに実装され、有料のモデルでも一定期間ある程度無料で試せることも多いので、たくさんの LLM を触りたい人におすすめです。続いては、テキストトゥー CADUI の紹介です。テキストから CAD データを生成できる AI ツール、テキストトゥー CADUI が公開されました。CAD というのは、コンピュータ上で設計や製図を行う技術のことで、主に機械業界や建築業界で利用されています。テキストトゥー CADUI は、ツールページのサインイントゥーゲットスターテッドボタンを押して、Google アカウントなどを使ってログインすると利用できます。使い方は簡単で、ログイン後の上部のフォームに、作りたい CAD データをテキスト入力して、サブミットボタンを押せば、CAD データが生成され、FBX、GLB、GLTF などの 3D モデルフォーマットでダウンロードできます。生成 AI 業界はいろいろな生成ツールが出てきていますが、この CAD 生成 AI も今後精度が上がってくると既存の業界に大きなインパクトを与える可能性があります。続いては、ネスクイックの紹介です。オーディオのインストゥルメンタルデータを読み込むと、ファミコン風のチップチューン音楽に変換してくれる AI ツール、ネスクイックが公開されました。ツールはハギングフェイスで公開されていて、無料で利用でき、アップロードサムオーディオの部分に WAV ファイルか MP3 ファイルをアップロードして、ネスクイックボタンを押せばファミコン風の楽曲が生成され、ダウンロードできます。ネスクイックを作ったのはアメリカのノースウェスタン大学の研究者で、この研究者の X では音楽系のツールがたくさん公開されています。以上、最新の AI ツールの紹介になります。最後に、この動画内で紹介しきれなかったその他の AI ツールを3つ簡単に紹介します。1つ目が、人気の動画生成 AI ツール、ランウェイジェン2に、アンビエントモーション機能が実装されました。この機能は画像の動かしたい部分をペイントして動画を生成できる。モーションブラシを使う際に動きの強度を指定できる機能で、強度を強くすると動きが激しくなります。2つ目が Web カメラだけで指や手のトラッキングまでできる Windows と MacOS に対応した VTuber アプリ。ウェブカムモーションキャプチャーがバージョンアップして、ハンドトラッキング精度が大幅に改善し、自動表情トラッキングで4つまで感情表情が登録可能になりました。3つ目が、テキストから 3D ヘアスタイルを生成できる AI 技術、HAAR が公開されました。HAAR は、完全にヘアスタイルに特化した技術で、プロジェクトページを見ると様々な髪型を再現できるようで、ヘアスタイルがアニメーションする動画も紹介されています。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは2024年の OpenAI の話題です。 OpenAI の CEO のサム・アルトマン氏が年末自身の X を更新し、2024年に OpenAI に構築・修正してほしいことは何ですかと投稿し意見を募りました。その結果、GPT-5 やビデオ機能、オープンソース、GPTs の強化など、様々な意見が寄せられていましたが、アルトマン氏は、OpenAI が目指す、人間のような汎用的な知能を持つ AI である、AGI については、少々お待ちくださいと言及しており、OpenAI による AGI の実現は2025年以降になりそうです。続いては、OpenAI の資金調達の話題です。ブルームバーグの報じたところによると、OpenAI は1000億ドルを超える評価に基づく新規資金の調達に関して、初期段階の協議に入っていると、複数の関係者が明らかにしたとのことです。この件について、OpenAI は公式にはコメントを控えているようですが、この資金調達が実現すれば、オープン AI はアメリカ合衆国で2番目に価値の高い新興企業になります。ちなみに、トップはイーロン・マスク氏が CEO を務める航空宇宙メーカーのスペース X です。続いては、AI 兵器の規制の話題です。国連総会は、AI を使って兵器が人間の関与なしに攻撃目標などを判断して攻撃する自律型致死兵器システム、ローズについて、戦場で使われた場合に民間人の犠牲などを深刻化させる恐れがあると指摘されていることに関し、国際的なルール作りを進める決議案を採択しました。ローズ関連の総会決議は初になります。なお、この採決について日本やアメリカなどの152カ国は賛成していますが、ロシアやインドなどの4カ国が反対し、中国やイスラエルなど11カ国が棄権しました。続いては、アップルが複数メディアと AI 取引を検討の話題です。ニューヨーク・タイムズは、アップルが複数メディアと交渉し、同社の AI の開発のために、ニュースなどの各種データの使用許可を求めていると報じました。アップルが接触した報道機関は、NBC ニュース、Vogue や The New Yorker などの雑誌を発行するコンデナスト、ザ・デイリー・ビーストなどのニュースサイトを運営する IAC だということです。アップルは今のところ、Google や Microsoft などの企業と比べると、積極的に生成 AI 競争に参戦していない印象がありますが、Apple GPT なる生成 AI を開発しているという噂もあり、近いうちに大規模な AI ツールを発表するかもしれません。続いては、生成 AI 関連の契約案件数が1年で8倍の話題です。株式会社クラウドワークスが運営する日本最大のクラウドソーシングサービス、クラウドワークスは、生成 AI 関連の契約案件数が昨年比 8.4 倍となったと発表しました。また、生成 AI 関連の契約案件単価は、生成 AI 関連以外の契約案件と比較して 1.8 倍と、総じて高くなっているようです。生成 AI 関連が増加している背景には、特にライティングなどのカテゴリで顕著な伸びが見られ、OpenAI の ChatGPT の台頭が需要を大きく押し上げていると考えられているようです。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方は是非自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。